うまく見えないよね、あんまり。ずっと同じ姿勢でぐーっとこう体がさあ、ここね、この腕からのこのラインがこう来て。皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。ギタリストのエセです。ギタリストの新井です。今日のテーマはこちら。気をつけてるのは安定する。で、コントロールしやすいと。その黒いのはペロペロだ。これペロペロ、これは何でしたっけ。滑り止め。滑り止めです。ゴム製の。まあ何でもいいんですよ。まあ今日はこんなん使ってますけど、うん、まあ家具の滑り止めでもいいし、うん、ホームセンターとか、まあいろんなところに売ってますよね。そうそう、楽器が滑っちゃうね。履いてるズボンにもよるけど、安定するよ。滑り止めを置くと。そうそう、まあ滑り止め、僕は結構こう、うん、両方の足にこう、うん、1枚ずつ置いたりもしますけどね。で、やっぱり足台の高さだよね。低いとどうしても寄ってっちゃうんですよ、ネックの方に。傾いてちゃうの、はいはい、だ、それは足台の高さで調節して。で、まあ僕の基準はね、ヘッドと頭それ英語と日本語の違いや。ヘッドと、まあ、眉毛でもいいや、まあね、が同じぐらいと、そんぐらいの基準にしてる。まあ僕もそうですね、目線の高さに大体この辺が来るっていうぐらいの感じですかね。ギターの位置に体を合わせていっちゃいがちだから、うん、なるべく自分に引き寄せるんですね。引き寄せる、まあリラックスしてこう、はい、ホームポジションに入った時にこう円になるように、こう大きな円、うん、こう円、ああこの構えた時の、そうそうそう、ここね、この腕からのこのラインがこう来てこっちに通って、うんうん、まあ、丸になってる。そう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 、はいはい、ちゃんと肩を落として、だ、こう、なんかこう、こう、こうなっちゃうとさすごいじゃん。どうこれなんかすげえ、なんかこれで上手い人もいるけど、うまく見えないよね、あんまり。すごい力んでる感じする、うん、とか、やっぱりこう、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 こういうのとかもさ、はいはい、やったら遠いとか、やっぱ一生懸命弾いてると、うん、だんだんこうやって、ね、やっぱりこう、うん、苦しいですって言うんですけど、うん、明らかに苦しいフォームになってますもんね、うん、ずっとこれじゃ無理なんですよ、弾くのは、うんうんうん、そのやっぱ興奮してくるし、うんうん、やっぱ集中してね、見てるとどうしてもこう寄ってきちゃうけど、やっぱ基準に戻れるかどうかですよね、うんうん、いつでも。もう気づかずずっとうーんってやってると、やっぱりどっか痛くなったりするんですよ。はいはい。で、やっぱりね、こうやってずっとぐーっとこうやってるでしょ。はい。まあ僕もね、なるんですよ。こうならない人いない。うん。こう寄ってっちゃう。そうすると、ここひねって、ひねるでしょ。で、これをね、そのまま立つとね、すごいですよ、こう。超ひねってるでしょ。心がまっすぐでしょ。こういう状態を、こう練習の時にずっと続けてたら、腰痛くなっちゃうよね。まあそうですね、ねじって曲げてっていう状態ですからね、うん、だからそれが気づくかどうかなんですよね。立奏する人がドイツから来て、うん、某現代ギターの、あのインタビューの時には僕借り出されてね、行ったんですけど、その立奏してこう腰とかこう体全体を自由にすることで、その自分のリラックスした体の基準を作って座ったら、それでこうちょっとフォームが崩れてきても元戻せるっていう、それね、で僕立奏やってたんですよ。立奏、立奏、だからこうくくりつ、ギターくくりつけて立って演奏するのね、うん、すごいいいですよこれ。それはもう腰が楽になって、同じ体勢で固まってるってことね。ああ、まあ立奏だとまあこうやって動いても、まあまたバランスよく立ってたらどこも痛めないですもん、ね。そのまっすぐで引くと腰をね、うん。それで座ってもそれを覚えてて、それでこうちょっとこうエキサイトしてこううってとかなっても元戻れる。まっすぐ立った状態になる。うん、ポイントなんですけど、うん、もう毎回そのチェックポイント作ってればいいと思ってて。ああ。例えば、まあ、さっき新井さんが言ったのは、この辺がまあ目線の高さに来るとか、1個目で、うん、僕が2個目、ここの山のてっぺんが結構割と自分の真ん中あたりに来る、これが
例えばこう、ね、こうなってたら全然ずれてますよね。ここを結構真ん中に持ってくるとかね、こう、うん、この辺とか、うん、まあ、あとはなんか自分の目線真下向いたらなんかこの辺が右目の下に来るとかでもいいし、うんうん、なんかこうポイントをこう決めておけばなんかこう一生懸命なってこうずれてきた時とかに、うんうん、これ見たらもうここちょっとずれてる、まあ、おかしいぞと、うん、そのポイントまた戻す、うんうん、っていうのをこう曲練習とかしながら、うん、はい、毎回その都度、このポイントをチェックしておけば、うん、まあいいかなと。あとは単純にギター取っ払った時に、うん、このいい姿勢っていうんですか、いわゆるこうまっすぐ、うん、こう、まあ、上半身がその骨盤真上からドンと乗ってるような感じ、うん、これが基本ですよね多分。まああと深く腰掛けないってことだよね。あ、そうそうそう、うん、椅子あんまりこうやって背もたれにこうやってつくぐらいやってるとこう、まあリラックスじゃなんかこうこのあてやってんだったらいいけど、うん、ちゃんとしたこうね演奏するんだっていう時はやっぱりね、そうですね、前の方にやっぱ座りますね。そう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 、まあ男の人はねよくここのあのあれであれがあれのとこだっていう、いや急に何よ、あ、ダメですかそれはもう某大物ギタリストのアドバイスですよ。そうなんですか、うん、誰ですか。いやもうこれこれこれもうこれはいはい、今ない。一人で練習してると崩れてるのやっぱ気づきづらいですよね、うん、まあ、もちろんね、さっき言った律走してからっていうのもなかなかやりづらいだろうから、うやっぱり僕は結構生徒さんとかにアドバイスしてるのは鏡ね、姿見とかをここら辺に置いてそれをこうたまにチラチラ見ながら、あとはまあ正面にスマホとかでもいいから動画を撮って、うん、みたいな感じで自分が一生懸命になってるといつの間にか全然違うフォームになってたりとかしないかを、うん、まあチェックしてくださいねっていう風にアドバイスしてますけどね。ネックがやっぱり近くなった方がいいよね、うん、それとあとねこれなんですよこれ、うん、これ、まあ、もちろんそれでね上手な方もいるけど、はい、その目の速さと首の動かす速さと目が物を追う速さ、これもうあの目がもう断然速いの。まあそうっす、だからこうやってこういう時にこうやるとさあの首の速さ以上にならないの、これが。ああ、うん、その、うん、ポジション移動首に合わせちゃうってこと。このそう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 、目と、まあ、首はちょっとは動いてもいいけど首を動かすのは目の補佐、うん、ああ補佐ね、補佐変うん、いや補佐大丈夫です。そうそうそう、だから首がメインでいかないようにこうしないと、うん、うん、まあある程度ちょっとはありだけど基本的には目ん玉で追うと、うんうんうん、で追い切れなかったらねちょっとはやればいいね、うん、これも結構よくある、お指板が見たい、指板が見たい、特にやっぱ初級者の方とかよくあると思うんですけど、うん、こう指板どこかどこを押さえるかっていうのを見たい、確認したいから、こうギターがすごい斜めになっちゃうんですよ。結果的にやっぱ左手めっちゃきついですね。これちょっと見えづらくてもほんのちょっと傾けたらチラッと見たら、まあ、一応全部の弦見えるんで、オーソドックスなやつをまずやってから、なんか足台の高さもうちょっと上がいいかなとか下がいいかなとかね、うんうん、そういうのはまずオーソドックス、その国際スタンダードをやってから。国際スタンダード、国際スタンダード、まあ僕らと全く同じにならなくてもいいです。まあ僕と荒井さんもね、もちろんその身長とか座高とかも全然違うね、違うんで、うんうん、やっぱりここがまあもちろんさっき目線の高さって言ったけど、まあ人によってはそれがちょっとこう上下したりとかすることもあると思うし、うん、ざっくりは多分同じことができると思うんで、椅子の高さと足台の高さはめちゃくちゃ重要ですよ。椅子がやったら高い椅子に座ってると足台マックスにしてもやっぱりこう低くなっちゃうんで弾きにくくなります。まあやっぱ身長とそのまあ椅子ね、うん、その兼ね合いですよね。僕は椅子選ぶ基準としては、まあ普通に座った時に太ももがまっすぐで、うん、あ確かに、はいはい、うん、ね、これが、まあ、太ももがね、こう下向いてったりとかすると多分椅子高、こういうことだよね、椅子が高すぎると思うし、うん、まあ、上向いてるとき膝がまあ上向いてるときとかはまあ多分椅子が低すぎる、だからまあ割とまっすぐな状態、うん、でそこに
まあ、足りない部分は足台で補うっていう感じですかね、うんうん。家で練習してる時と、うん、その外で演奏する時の決定的な違い、うん、ああ衣装、靴履いてるのね。あ、靴ね。全然違ったよ。ヨーロッパ人はやっぱり、あの家の中でも恥ずかしい家の中でもあの、まあ、靴履いてる人もいるけどね、うん、あの日本人はやっぱりさ、あの、まあ、スリッパ履いたりね、裸足になったりするじゃない、うん、それとやっぱり同じ基準を作って、じゃあそれであの演奏会って言ったらやっぱり靴履くわけだからさ、こんぐらいかかるのね、こんぐらい、はいはいはい、2センチぐらいで、女性は特にさらにハイヒールとか履くから、そこら辺も考慮して、まあまあ細かい話っちゃ細かいけど、まあでもやっぱそういうところも一応本番ね、例えば発表会とかでもコンクールとかでも本番に出る人はやっぱちょっとはやっぱり考えておいた方がいいポイントですね。そうですね、まあ、やっぱりあの外でその靴履いてやるときってやっぱりこれ一段低くなるの、僕これが、うん、うん、ああ靴の部分ね、靴の部分、はいはい、うん、なるほど、そういうのもありますね、はい。ちょっと荒井さんやってもらっていいですか。いいですよ。椅子の、ちょっと前の方に座る。椅子の前の方に座る、うん、こうですか。そう。でその時にあのギター構える前にまずね、その背筋とかちゃんと伸びてるか、うん、骨盤にしっかり上半身が乗ってるか、はい、で、左足を足台に乗せて、まあ、やっぱこの時にね、ハの字、そうですね、ハ、うん、の字で足台乗っけて、この時の足もう工程なんか斜めになったりとか、うん、内側にこうなったりとかするんで、こうまっすぐね、やたらこれが遠いとかねやっぱね、こうあのよくほら発表会とかでねスタッフの人が足台をこう、まあ、適当に分かんないから置くじゃない、そうそうそう、そこに足乗っけて引き出しちゃうとかあるけど、ちゃんと自分の位置に置いてですね、ですで左足を上げて受けてまっすぐまっすぐ、それで、うん、このくぼみを左のところに乗っけて、うん、でその時のチェックポイントね、ヘッドのだいたいこの辺に目線が、うん、でここの山が体の軸に真ん中に来るように、うん、やっぱ引き寄せるんだよね全体的に、うん、で、さっき言った構えた時にその、まあ、サークルが、そうですね、円ができるように、うん、考えると、そういうことですね、はい、で一生懸命弾いててもそこにもう一回立ち戻れるね、こう一生懸命うーこうーってなっててもこう元戻れる、うん、で右手とか左手っていうのは何かこう角度とかってこう、うん、気にしてますか。まあやっぱりその日常生活でやらないことはやらないっていう感じだよね。あ、だ今日常生活以外なのは足上げてるぐらいで、うん、やっぱりなんかこうとかこうのとかね、なんかとかさ、なんか やたらこうなってるとかまあでもこれ面白い感じに見えるけど意外と気づかないで、まあここまでなってる人いるか分かんないけど、ギターのこの角につけてるこの腕は、うん、ね、大体ポイントあるんですか。ポイントは大体これこんぐらいここ大体、まあそれもでも人の腕の長さによるからね。これはね、うん、そうね、ここに僕はまあ、あの本ポジションの時に指がね、3本ぐらいこう高さとしてこの表面板からね、うん、そうで、この当たってる接点がね、うん、こう肘に近くなってくるらこれ上がっちゃうでしょ、ここね、うん、この距離ね。で、これもちろんダメとかするんじゃないけど、僕はコントロールできないです、やっぱり、うん、ね、なんかお化けだぞってやるとき以外はさ、やらないでしょ、あんまりやらないでしょ、えやらないでしょ、やらないでしょ、にゃーとかやるとき以外はさ、なんかこんなんなんないじゃないですか。だかこれも引きすぎたら今度ここ届かないからね、ここ、うん、まあでも要するにその新井さんの言葉が出るのはその日常生活でやらない動きってことなんで、やっぱここがこういう風に曲がったりとか、やらない、こういう風に曲がったりとか、どういう時にやるかな、シャッター上げる時とかやあんまやらないよね、日常生活あんまやらない、やらないでしょ。まあそれが専門職の人もいるかもしれないけどあとハンマー投げやってるとか、だからそれはまあそれはしょうがないけど、だからまあなんか、でもこれ面白いのがね、こう5歳ぐらいの子供のね、生徒にあのどっちがかっこいいって何も知らないですよ、音楽のレッスン初めてとか、じゃあどっちなのかっこいいって言って、こうやってね、構
構えてみて、こうやってこうやってで、こうやって構えてみて、うん、こんな感じで、うん、で、もう一個はこうやって構えるんですよ、うん、そしたら、その2個目の方がかっこいい。こっち？違う、あ、それちょっと1個目これこれやっぱその音楽とか別にギター関係なくてもやっぱパッと見た時に自然な形にの方がやっぱいいんでしょうね。ギタリストじゃないと分かんないとかじゃなくて、まあ本当にもう初心者の方でも見た時に自然じゃない、このなんか明らかにこう力入ってそうとか。これは弾けないですね。そうそう、しかもこう、そうこっちも握り込んだりじゃダメですよ。こうなってもね、だってそう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 、なんだろう、やっぱりシャッターがはい、そうね、やっぱりこう、だから まあまず僕、こういう時はね、あの、まあ、両手下ろして、ブラウンド、本当そうね、ブラウンド下ろした時、下ろした時って絶対こんな風になってないんですよ、力抜いた時って、うん、ね、うん、そのままこう、そのままこう持っていく、そのままっていうのがまあ一番いいのかな、分かりやすいのかなと思いますけどね。今回はギターの姿勢、フォームでした。うん。いやでもこれもフラメンコギターみたいでさ、かっこいいよね、こうやって弾くのも。あ、かっこいいですよね、確かに。うん、でも、まあよくね、こうずっと長時間足組んで、こうね、腰ひねる感じでこう、弾けますよね、うん。でもフラミンゴはさ、一本足でずっと立ってんじゃん。普通なんだよ。意味がわかんないですけど。わかんないのか。はい。まあそれはいいとして、今回の姿勢、皆さんもぜひチェックしてやってみてください。というわけでまた次回。じゃあ。